はい、シュプリンプラスです。じゃあ今日は着画を見てかっこいいアイテムを探していきたいと思います。今週はボックスロゴフーディがいよいよ発売になります。秋冬で一番の注目のアイテム、ボックスロゴのフーデッド、で今回は、非常に多くのカラー展開で発売になるということで、全9色ですね、発売になります。なので皆さんまだ、何色にしようかなと思われている方、非常に多いと思いますので、今日は着画を見て、かっこいいアイテム、かっこいいカラー、見つけていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらはシュプリンプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということで、今週はボックスロゴのフーデッド、いよいよ発売になると、全9色ですね、全9カラーで発売になるということで、アイテム見ていきたいと思いますけれども、着画を見ていきたいと思いますけれども、その前にどの色が人気なのか、シュプリンプラスのウェブサイトの方で行われましたカラー人気投票、その結果を見ていこうかなと思いますけれども、まず第1位はチャコールが1位になりましたね。1位チャコールグレー、いつもだったらあのヘザーグレーっていうのが定番カラーなんですけども、今回は、より、黒に近いダーク系のカラーのチャコールグレーが採用になっております。チャコールグレーが一番人気、そして第2位、まあ、トップとかなり僅差、もう100票差しかないですけども、ダークブラウンっていうカラー、こちらも暗めのブラウン、人気になっていると。そして第3位はブラックですね。ブラックは定番カラーのブラック、そして4位にホワイト、この辺が人気のカラーになっていると。そして5位、オリーブロシアンカモというデジカモっぽいカラーの、デジカモっぽい柄のカラーが発売になると。そして、6位にウォッシュドネイビー、7位にプラム、8位にライトマスタード、9位ピンクということで、そういった順位になっていると。やっぱりダーク系のカラーが、人気になっていると、まあ、非常にあのコーディネートがしやすいっていう部分も含めて、だと思うんですけれども、ダーク系のカラーが、人気を集めていると、いうことで、着画見ていきたいと思います。なので、まず一番人気のこのチャコールから見ていっちゃいたいと思いますけども、いつもであればこのヘザーグレーってカラーが出るんですけれども、それよりももうワントーン、暗めのグレーということで、今回発売になると。でこれ着画見てて思ったんですけど、このやっぱボックスロゴのこの赤が非常に映えますね、このダーク系のカラーには。なのであのいつもの、ヘザーグレーよりもさらにこのボックスロゴが際立って見えるという写真の印象だと、そういう風に見えますね。なのであのよりあのボックスロゴを強調できるデザインになってるんじゃないかなと思います。かっこいいですね。夜の街を歩いててもボックスロゴが浮かび上がってくるかのように見えますけれども、非常にかっこいいアイテム、カラーですね、このグレー、チャコールグレー、これが非常に人気になっていると。人気のナンバーワンの理由はやっぱりその辺も含めてだと思います。赤いボックスがついてるっていうのはこのチャコールグレーと、あともう一色ホワイトですね、ホワイトのこの2色のみ、あとのカラー、今から見ていくダークブラウンであるとか、その他のカラーはトーナルロゴといって、あのベースのボディの色と同じカラーのボックスロゴがついていると。こちらは見ましても、ブラウンになっていると、ボックスロゴが、同色のカラーになっているというデザインですね。でこれがあのということで、すみません。こちらが、ルックブックの画像になっておりますけど、公式の画像になっておりますけれども、ブラウンですね。そして、これもブラウンか。ちょっとこれは明るめに見えますけど、これ写真の写り方なんでしょうね。ブラウンですね。ダークブラウン、非常に人気のカラーになっていると。これもなんか上品でおしゃれなカラーですね。かなり暗めのブラウン。この写着画なんか見ると、非常に品があっていい色ですね。ブラウン、人気のカラーになっていると。それから、デジカモ、ロシアンカモですね、オリーブロシアンカモというカラーも発売になると。デジカモ、
今期この柄で他にもスモールボックスのフーディーであるとか、今週発売になる700フィールのダウンパーカーなんかもこの柄採用されておりますけれども、シュプリームのオリジナルファブリックということで、ここら辺に小さくこの生地自体にもシュプリームのロゴが入っていると、ちっちゃくですけどね、よく見ないと分かりませんけども、アイテム画像で見れば分かるのかな、ちょっと分かりづらいか、アイテム画像に入って、こういうところに入ってるんですね。ちょうど分かりづらいですね。なので、分かりづらいので、また店舗、もしくは買って確認していただければと思います。シュプリームのロゴがちっちゃく入ってるというデザインになっております。それから、ウォッシュドネイビー。ネイビー、ロイヤルとネイビーの中間ぐらいのブルー系の強い感じの、ブルーが強い感じのネイビーですね。ネイビーカラー。この辺も、この辺は何位ぐらいになってるの、このカモの下ぐらいですね、人気は。というロイヤ、ウォッシュドネイビーか。ダークロイヤルかと思ったらウォッシュドネイビーなんですね。まあ似たような色ですけど。それからプラム。プラムというカラーも非常に人気になっていると。これはちょっと、紫。っぽい感じの色になっております、プラムね。それからピンクも発売になると、ピンク、そして定番のブラック。やっぱブラックは人気ですね。ブラックはよく発売になるカラーですね。毎回のように出る、カラー、定番カラーになっていると、でこれが全カラー着てるシーンですけども、これ全カラーじゃないか、ブラウンがないね、ブラウンがないですけども、このライトマスタードであるとか、今写真なかったですけど、ライトマスタードであるとか、ホワイト、この辺のカラーも、この着画が出ていると。デジカメも結構いい感じですね、こうやって見るとね。そこから、チャコール、注目のカラー。そしてホワイト。ホワイトもボックスロゴは赤になっているというデザインです、今回は。という感じで、あとピンクも出ますね。ピンクは結構しっかりとしたピンクですね。そしてボックスロゴの B2 も発売になります。 B2 もチャコール、そしてブラック、ブラウン、この辺ダークカラーが注目のカラーになっていると。そしてホワイトも赤ボックス、ホワイトとこのチャコールが赤いボックスロゴがついているということで、ポイントが高いんじゃないかなと思いますけれども、というボックスロゴのアイテム見てまいりましたけれども、やっぱりチャコールが、なかなか発売になるカラーじゃないので、チャコールが非常にかっこいいですね、着画を見ても、それからダークブラウン、ちょっと上品な感じに、着用できるアイテムなんじゃないかなと思いました、というこの2、ボックスロゴのフーデット、9色、見てまいりました、それからレギュラーアイテム、他のアイテム見ていきたいと思いますけども、700フィルのダウンパーカー、これもデジカも入ってますね。シュプリームのロゴがこう縦に大きく入っているのが今回の特徴ですね。で、海外ではこのホワイトが結構人気でしたね。ホワイト、そしてブルー、ライトブルーじゃなくて、これはなんだ、ライトパープルか。ライトパープル、そしてホワイト、ライトパープル、ホワイトが海外では人気でした。そしてショットのパフィージャケット、ブラックとブルー、これは EU では両方とも売り切れになっておりましたね。 US の方ではちょっと残っているようでしたけれども、それからポーラテックのシャツ、これもかっこいいですよね。これも海外では非常に人気高くなっておりました。特にライトブルー、そしてオレンジ、あとプラムってカラーも、ライトプラムか、発売になります。バックにこのシュプリームのロゴが入っているっていうところがデザインのポイントになっていると。あとブラック発売になります。ブラックはちょっとロゴが目立ちにくいというところが、他のカラーの方が人気になりそうですね。最後アクセサリー見て終わりにしたいと思います。チームデミのステーショナリーセットはこういった感じ、手のひらサイズぐらいですね。12センチぐらいの大きさってなってましたので、12センチ、8センチとかそういったサイズですね。なので携帯用の文房具セットというアイテム、
それからクリスマスのツリートップ、これは国内は延期となっております。これね、来週以降発売になると思いますけれども、海外では非常に人気になっていると、それから、ブランケット、チェッカーボードのブランケット、やっぱりレッドでしょうね。これレッドがシュプリームのブランドカラーのレッドの方が人気になりそうだなという感じがします。ブラック、ということで今日は着画像を見てまいりました。ボックスロゴのフーディー、やっぱり、人気のカラーはダークブラウン、ダークブラウン、それからチャコール、チャコールですね。まあこの2色になるんじゃないかなと思います。あと定番のブラックという感じで、人気になっているということで、今日は着画像を見てまいりました。皆さん、買うカラーまだまだ発売まで時間がありますので、9色出ますので、何色にするのか、ゆっくり考えていただければと思います。ということで今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。